カドバン&中目黒のこれ知ってる。さあ始まりました。この動画も長いですからね。思い返すと、もう今年で3周年。そう、今日珍しく台本みたいなものがあるんですよ。でそれぞれの役割みたいなのが書いてあって、目黒&大塚ゲームプレイ、あーゲームプレイ、はい、ね、で岩田ガヤ、はい、今日はですね、僕が楽しみにしていたタイトルなんです、また最近多いね。お二人、逆襲のファンタジカって知ってますか？日本のネイティブアプリの、あの橋掛け、先駆け先駆け的な、あの時僕初めてネイティブアプリを触ったのが、多分この逆襲のファンタジカっていうタイトルなんですけども、今日はなんとその正統続編にあたる逆襲のファンタジカブラッドラインを紹介したいと思います。はい、そして真ん中にいらっしゃるのが、逆襲のファンタジカブラッドラインのプロジェクトマネージャー、中島さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。XJAPAN のメンバーとかじゃないですか？いや、俺はあれだと思ったよ、米米クラブの一緒に。確かに。ということで、はい、あの配信前なんですけども、お持ちいただいて、早速プレイの方をしていきたいと思います。いいですね、このキービジュアル見てください。これあら、もうこれ気になるでしょ。コンシューマーのタイトルみたいな ね、ありがとうございます。これどういうあのイメージで作られたキービジュアルなんですか？中心にですね、主人公がおりまして、その周りにいろんな関わってくるキャラクターたちがたくさん配置されてます。まあ、遊んでいただければ、今後あのいろんなシナリオ上のですね、謎がどんどん分かっていくというところで、まずはこのキービジュアルを見ていただいて、いろんな妄想していただければなと思います。それでは一番最初はですね、プロローグとなります。おー、すごいすごいすごい、見たね。はい、まあ、お話の世界観をですね、こちらで、説明しております。ここはなんかちょっと絵本というか、そうですね、ちょっとあの素敵な、動く絵本のような形で、あのとても可愛らしく、でもまたあの立体的に作られていまして、ね、不思議な感じしますね、はい、おー、あ、はい、おー、影のような、そうですね、ちょっと展開が変わってきました。なんか破壊されてる感じですね。そうですね、あの、まあ、一番最初はあのすごく、穏やかな世界をご紹介していて、かっけこういう形でちょっとあの展開が変わりまして、悪者たちが、え、歌が入ってます？入ってますね。実は主題歌を今回作りまして、あのこのプロローグでもですね、あの主題歌が入っております。実際には最終的にはですね、もっとあの曲も入り、BGM も入り、それからあのボイスも入ります。ぜひぜひお楽しみにしていただければなと。完全になんかアニメ化狙ってる感じですね。はい、実はですね、 PV も作ってまして、 PV がすでに公開もされておりまして、今回 PV の中ではセルアニメも一部入れてますので、ぜひ皆さんにもご覧いただければなと思います。めっちゃ力入ってる。これいきなり、いきなりいきなり来た。あ、さっき出てた、はい、キャラクターたちですね。先ほどの、プロローグの方からの続きとなりまして、実はお話がですね、ここから始まっていくというところで、ぜひぜひですね、こちらの世界観に入っていただければなと思います。オープニングからすんなりくるんですね。天使チームと悪魔チームみたいな感じで、ありましたよね。そうですね、イラストは、まあ、簡単操作でタップをするとそちらにどんどん移動していきます。ですので、まあ、どんどんですね、タップして、敵のいる場所行けば、そうですね、敵のいる場所に近づくとオートで戦ってくれますので、そうなんだ。おー、ですね、でそれぞれ近接攻撃、遠隔攻撃などは、まあ、それぞれタイプは分かれておりますので、後ろから来てる、そうですね、まあ、前からも後ろからも重ねてくりますので、まあ、いろいろと戦術を考えながら進めていく形になります。下の方に顔のマークがありまして、ゲージが溜まるとスキルという形で、いわゆる必殺技のようなものが使えるようになります。あれ溜まってるんですか？溜まってますね。あ、みんな溜まってますね。レベルフリックすればいいんだ。じゃあちょっと行ってみます。はい、おー、きた、おー、きた、デルタエンド、おい、もう一回行きます。いけ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 、おいいっすね。あ、倒しちゃいましたね。やった、あ、ボスだ。このボスに取っといた方がよかった。出てきましたね、先ほど。あ、さっきのやつだ、イケメンが。あ、もう
もう出会っちゃうんですね。ここら辺もボイスが入ってたんですか。はい、おお、すべてボイス入ります。はいはいはい。このでっかいボスどうやったんですか、ね、届くんですか。届きます、ね、おボスキルですか。攻撃的な、おー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 。これ周りの雑魚敵も意外とちゃんと倒さないとあれですね、面倒くさいことになるんですね、ちゃんと、うん、そうですね、いろいろ周りからもあの、はあ、攻められますので、はいはい、おっと、お、知り解けた、へえ、転生させなきゃ器、赤字で、うん、転生と器、キーワードキーワードが出ました、うんうん、はい、お、あ、急に変わった、はい、あれいきなり変わりましたね。さっきのキービジュアルにいた、ね、そうですね、女の子テオ、はい、これまでの、はい、あの、まあ、展開というのが、はいはい、まあ、実はあの夢を見ていて、はい、その夢が覚めて今、あ、そういう展開になっている、そういうことですね。抹茶スライムを探しに、はいはいはい、いきなり落差がある展開ですねそうですね、うん、ここからは本編というか、はい、そうです、まあ、主人公の男の子、はい、テオ君ですね、はいはい、テオがあのいつもいつも不思議な夢を見る、穏やかな夢から、はい、いつも途中から怖い夢に変わって、はいはい、英雄が出てきて、はい、戦ってくれるという夢を今目が覚めて、はい、そこからあの冒険というか世界が始まったという、うん、そういう状況ですね。じゃあそれがどんどん悩んでたのかもしれないみたいな、はい、そうですね、あれは何だったんだろうというところが、うんうん、まあ、これから徐々に明らかになっていくというところで、あの、まあ、広い世界を旅していくという、はいはい、だいぶ広い、はい、そうですね、まあ、あのグレーになってますけれども、はい、でどんどんあの次の、まあ、拠点と言われるところに進んでいく、はいはい、今ニューって新しいのできてますね、うん、はい、でここで、クエストがこういう風に出ます。あ、うん、はい、でここであの新しいクエストを選んでいただいて、まあ、パーティーですね、うんうん、まあ、一番最初を選びます。セオとニーナ兄弟ですね、うん、はい、あとここゲストという形で、はい、フレンド、はい、そうですね、はい、他のプレイヤーの他のプレイヤーですね、一、うん、人選んでいただいて、まあ、出撃をするという流れになります。うん、はい、おー、すげえ広い、なんか、ね、広そうな、はい、そうですね、でこのカエルのリゲル、はい、これがあのお月のキャラクターですね、ナビキャラクターとなりまして、はいはい、まあ、いろんなこういうアドバイスをしてくれますね、はいはい、で、まあ、ここからまあチュートリアル含めて、うん、ゲームをこういう風に遊んでいくんだよっていうのを教えてくれます。めっちゃ遠距離から攻撃してる、はい、遠距離攻撃もしてます、はい、でまたこうやって近づいていって、近づくと剣士は攻撃、はい、そうですね、近接タイプが近づくと攻撃をしますね、こ、うんうん、いう風にいろいろ、なんかでも今までこういうのありそうでなかったね、うん、こういう動きをするというか、これなんかジャンルとして何なんだろうって、うん、う今ちょっと僕も考えてたんですよ、はい、であの広いこういうマップを実は、まあ、こういうのをですね、見渡しながら、はいはいはい、まあ、また近づきながら、アクションでもないし、ストラテジーでも、そう、ね、ストラテジーなの、うん、アクション RPG、うん、そうですね、まあ、大体それハマりますよまあ、今回は一番最初のクエストなので、うん、非常に分かりやすいんですが、うん、まあ、どんどん進んでいけばこういう広いマップでいろんなところから攻められるのを、まあ、いろいろ考えながら、ね、進めていくというのもありますので、普通の RPG っていうとなんか横スクロールがメインな感じがするんですけど、はい、うん、これはなんか新しいですね。今度はですね、横にスクロールしていくマップです。へー、あ、狭い道に入ったっていうやつですね、はい、うんうん、そうですね、旅の途中、まあ、道中というところは、はいはい、うん、こういう形で横に移動していく、はいはいはい、横スクロールのマップもあります、はいはいはい、よりキャラクターにも近づきますし、後ほど簡単に説明しますが、うんうん、キャラクターの数もやはり全然違ってくるんですよね、はい、やっぱこの横スクロールになると戦略性が変わったりするんですか。そうですね、はい、先ほどの広いマップですと、はい、下のキャラクターの顔があると思うんですが、はいはい、広いマップの方は一つ一つがチームになっていて、はい、1チーム3人いる形になります、はいはいはい、ただこの横スクロールの場合は、はい、そのリーダーだけが出ている状態で、はいはい、で最大3人プラスゲストで4人で遊ぶというのが横のスクロールタイプですね、はいはい、でこれはもうどんどんガンガン戦っていって、はい、
まあ、のスキルもどんどん使ってっていう、はい、もうどんどん気持ちよく進んでいく、うん、宝箱が3種類ですね、はい、金銀それから木の宝箱があって、はいはいはい、それぞれ中に入っているものがまあいろいろ違ってきます、うんうんうん、基本的には宝箱を上にどんどん溜まっていくんですね、まあ、時間が経つと空いていくというものになりますね、はい、あの武器ですとか、はい、ユニットですとか、はい、ゴールド、はい、あとガチャチケットなど非常にですね嬉しいものがあ本当に宝箱っぽいですね、はい、ぜひですねいろんなものをゲットしていただきたいなと思います、はいはいはい、じゃあここからね、うん、実際に触ってシステムの方を掘り下げていきましょうか。はいはいはい、ぜひぜひ。これがあれですか、あのホーム画面というか、うん、そうですね、あの世界の大陸が出てます、はい、ワールドマップ的にね、はい、まずはこのアランアフランドから進めていくと思うんです。はい、それで章ごとに分かれてまして、はい、大陸が、うん、あの順々に1個ずつ解放されていきます。はいはいはい、はい、一番進んでどうか左から順番にあの進んでいく形なので、はいはい、ストーリーと書いてるのはあの会話劇と言われる、はい、あのお話だけです。あ、そこか、はい、それ以外はあのバトルができます。じゃあバトルいっちゃっていいですか。はい、はい、あ、このリゲルが映ってるやつですね。おっ、おっと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 、これだけでもなんか見応えあるな、なんか、いろんなキャラが今用意されてますね、はい、じゃあパーティー1とか、パーティー1で大丈夫です、はい、ちょっと前作にいたキャラクターもちょっと見えますね、うん、はい、うん、ありがとうございます。逆襲のファンタジカの前作のキャラクターも実は、うんうん、こういう形で何体か、はい、あのユニットとして参加できるので、うん、あのま、今後ですねご期待いただいて、はい、新しいキャラにもあのこういう風に古いキャラも含めて、はい、楽しめますので。なるほど、来た、お、来た、お、すげえいる、何これ、え、たくさんいる、すげえ人いる、はい、広いマップではこういうふうにたくさんの、はいはい、まあ、チーム戦といいますかね、はいはい、1チーム3人、はい、で先頭にいるのがリーダーなんですが、はい、そのリーダーの顔が下に出てます、はいはいはい、その、リーダーを選んで、はい、まあ、個別に指定もできますし、はい、まあ、全体を移動することもできますし、はい、全部操作するんですよね。はい、全部操作するんですか、これ、まあ、チームごと、はい、チームごとに操作する。そうですね、リーダーに指示を出すとそのリーダーに沿って、はい、あの残り2人がついていきますね、はい、うん、すげえ、想像の想像ができない、俺も、あ、来た、今もうオールで動かしてる。そうですね、今オールに加速が当たっているので、なんかすごいなこれ、やべこれだかもしれん見たことねえこんなの、まあ、わらわらとね、うん、こうやってみんなでかわいい、なんか、うん、はい、そうだね、はい、できるの来た、あ、来た来た来た、できるの来た、あれ、お、倒したらしい、あ、今だ、今チームだけ動かした感じですか。それ今オールになってますね、うん、今オール、はい、ですのであの顔をタップしていただくと、顔タップすると、はい、そこに、あ、チームだけ動かして、はい、分散することができるんですか。そうですね、できます。なのでそれぞれ分散させたり、全体で動かしてみたいな、うん、かかった、かかった、これはサボるのが出そうだ、ハグ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 、こっち分け、お、できる、やばい、みんなして、みんなして、みんな行った方がいいです。これ一人でやってるんですよね。そうです、なんかすげえ MMO 見てるんだな、うん、これ MMO っすよね雰囲気が、へえ、サボって、じゃあ、お、しかもなんか難しくなると、難しいステージになると超戦略性ないですか、これ。そうだね、あのちゃんと戦略を立てて、うん、あのいろんな箇所にそれぞれの適したあの、まあ、チームを配して、はあ、はい、ではあの画面を、そうですね、あのちょっと全体を見渡したりしながら、向こう側から攻撃してる戦略性ですよ、ね、こっち来れねえだろ、うん、広いなこれ、左端からとかも出てくるわけですよね。そうですね、いろいろと、クエストの種類もたくさん用意しますので、うん、あ、出てきた出てきたこれ本当新しいな、ちゃんと配置した方がいいですよ、うん、敵が湧くあたり、さっきクエストのクリアタイムとかでなんか評価みたいなのあったんですけど、大スキル使った、虫に出たけど、敵腹見たもん、無駄打ちで、いや、この子たち残した、あの後ろの2人完全にサボってる、なんでサボってんぞこんなに、あ、そっちから出てくるかもしれないから配置していたってこと。あ、そうですさすがですね、キュアス、お、いい、おー、おー、強い、キャラ可愛いな、しかしそうですよね、うん、実際にね、うん、はいはい、キャラクターのなんか、そうだね、編成とかね、武器とかいろいろ違ってましたんで、うんうん、
ょっと見たいですね、うん、チーム編成でいいですか。はい、はい、編成画面切ってみてください。はいはいはい、はい、そうですね、パーティーがいろいろこういうふうに組めるという状況でして、はいはいはい、パーティー何個まで 5? はい、いっぱいあります。あ、いっぱい組めるんですね。はい、で、まあ、パーティー位置を入れ替えてみましょうか、はい、編成で、うん、はい、はい、今こういう形で編成されておりますが、はいはい、まあ、上中下と横並びで1チームになってますね、はい、で一番左側がリーダーです、はい、でその後ろに2人それぞれついている状態にして、はいはい、右側にいるこのキャラクターをタップしてポイッと入れていただくと、はいはい、本当だ、入れ替えられると。はい、そうですね、入れ替わりました。そう、同じやついいんですね。同じやついいですよ。おー、はい、なんかあれですよね、武器マークみたいなのありますもんね、アイコンのところに。はい、そうですね、それぞれのキャラクターにはですね、はい、ジョブのようなものがありまして、はいはいはい、使える武器がそれぞれ決まっております、はいはいはい、でまたそれぞれにですね属性もありまして、はい、まあ、詳細画面の方にはその武器のマークと、はい、属性の色がついている形ですね、はい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 、じゃあキャラの強化なんですけど、はい、実際にクエストクリアしたらレベルは上がってくんですか。強化はですね、ゴールドを使ってキャラの強化をしたりですね、はい、はい、まあ、武器の強化をしたりという形で強化していきます。じゃあこれは特訓ですかね。特訓だとキャラクターですかね。キャラの強化、はい、限界突破もありますね。ありますね、武器変更、武器強化、スキル強化、武器も変更できる。武器変更してみよう、ね、はい、おお、見た目も変わるんだよ、これ、ね、これ貼ってんの。あ、それ選んでいただいて OK です。おお、あ、待って、変わったの。はい、変わってました。本当変わってる。すぐに変わっていきます。はい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 、なるほど。この子は剣系しかできないんですね、うん、装備が、うんうんうん、でも銃かっこいい。銃いいっすね、はい、こうやって変えていくわけですね。はい、そうですね。さあ、それでは、はい、もう一個ね、横スクロールのバトル、はいはい、ちょっと見ていきたいんですけど、じゃあ見たいんだよね。あれってなんで2つに分けられたんですかね。まずいろいろな楽しみができるようにという意味で2つありまして、はいはい、広いマップの方は、はい、先ほどたくさんわらわらいたように、はい、まあ、チームで、最大、3×4×12名、はい、12名のユニットが動くんですが、はいはいはい、まあ、いろんな戦略を使って、うん、いろんなクエストをいろんな対処していくというタイプです、うん、で横スクロールの方はどんどん、うん、進んでいくタイプ、うん、ウェーブ形式なんですけれども、うん、ここはチームリーダーだけが出てくるところでして、うん、人数は最大で4人ですね。なるほど、はい、でよりキャラクターが大きく見えるところで、うん、また今後はですね、ここに、うん、特別な商人が現れるとか、はい、特別な商人、はい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 、あるいは そうですね、何か買えるぞとか、はいはいはい、そういうことが起きたり、あるいはゲストが現れてちょっと話ができるとか、はいはい、そういう道中の旅の途中の、はいはい、部分をですね、はいはい、演出できるようにというところで、はいはいはい、横のスクロールタイプも用意してます、はい、まあ、バラエティ豊かな遊びができるようにですね、うんうんうん、大きく2つのバトルタイプを用意してます、はいはい、未だかつてなかったですよね、うん、一応あれなんですよ、前作もタワーディフェンスのモードと、うん、もう一個なんか普通に進むモードもあったんですよ、はい、そうですね、前作のキャッチのファンタジカの場合も、はいはい、基本的にはタワーディフェンス の、うん、ゲームなんですが、うん、いろんなそういうバラエティ豊かな遊びができるように、うん、本当たくさん、うん、遊ばれたような、いろんなモードあったんですよ、はい、ですので今回も同じように、まあ、今回のクエストのご紹介では、うん、まだ敵を倒すというものしかありませんが、うんうん、何かを守るとか、うんうん、いろんな、はい、タワーディフェンス型のようなクエストももちろん用意いたしますし、うんうん、そういう形でいろんなタイプのクエストが楽しめるようにというのですね。あ、できるの出てきた、来たー、すごい、お、来た、召喚獣、これかっこいいぞ、なんか待ってたんですよ、頭にしよう、うわ、一発で、全体ですね、一発気持ちいい。そうですね、こうやって一気に敵を倒していく爽快感というのもぜひ楽しんでもらいたいなと思います、はい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 。
素晴らしい戦いでした。いえ勝手に召喚術これガチャって何が出てくるんですか。ガチャはですね、はい、あのキャラクターが、はい、ユニットが手に入ります、はい、これガチャってさね、やっぱりね、大塚大先生が引かないといけないんですよ。ガチャはガチャといえばね、星4が最高ランク的な、ですね、星5まで用意しました。で今は星4出現率が大幅アップ、はい、なるほどですね。で、あの上下であの、はい、ガチャもキャラのガチャがちょっといろいろタイプ、そうなんですか。え、上あ、本当だ本当だ、こういう形で近接遠距離、で、あのガチャ速、なるほどなるほど、いいですね。はい、でもプレミアムをやっていただければ、ね、これ10連とかやっちゃダメですか。あ、大丈夫ですよ、もういいですか。ぜひね、5万個ありますからね。ちょっと10連いきましょうよ。そうですね、じゃあ10連やらせていただきます。演出もすごいんじゃないですかこれ。ね、ガチャを引く、ガチャを引きます。はい、 OK です。おお、綺麗、おお、綺麗、わ、え、ステンドグラスが割れて、あ、鳥になっていく。おお、星3つ、あ、なるほど、ひとまず、あ、かわいい、かわいい、かわいい、はい、からの星のアピール力すごい。はい、でっかくからの三星が、大塚さんが大好きな星ね。これガンナーですね。はい、3が最低ラインのこれ感じですね。そうですね、レアな感じですね。最低でも4出してください、空気読んで。そうだね、お、可愛いのに、ね、これ4ぐらいの可愛さありますよ全然。確かに確かに、こいつは3ポイント。お、これも4でもいいんじゃないですか。こちら的には4ですよ。厳しいな。同じ。あれ、これやばくないですか、岡さん。あれ、あれ、あれ、これこいつは3ポイント。3ポイントですね。あ、あれ、あれ、こいつはもうおかしいですね。この子でも相当いい感じですよ。さあ、あれ、あれ。でも可愛いなイラスト。可愛いですよね。あれ、ちょっと、あれ、今は3しか入ってないのかもしれないですね。いや、でもキャラが可愛いわ。可愛い、可愛いです。本当世界観がしっかりしててすごい期待できる、雰囲気をすごい感じますよね。イラスト見るだけでもね、楽しそうですし。というわけで、この逆襲のファンタジカブラッドラインなんですけど、今配信時期はいつ頃を予定されてるんですか。今月、いよいよですね、今月の下旬に、はい、リリースに向けて進めます、ね、なるほど、はいはい、これ配信されなかったらすごい下が荒れちゃうの、コメント。ごめんなさい、荒れたことないです。現在は事前登録受付中。はい、そうですね、はい、まだ受付しておりますので、はい、リリースまでずっと大丈夫ですので、はい、ぜひ皆さん、はい、事前登録もしてみてください。はい、はいはい、じゃあ皆さん動画の概要欄からぜひリンク飛ばしてますので、はい、だから事前登録よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。というわけでそんな感じですね、はい、いやいいもの紹介した、うん、なんでおめえがどうやるんだ。じゃあそれでは、じゃあ中島さん仲良くなったからね、はい、どうも。中島さん、手を挙げていただいて、はい、それでは次回も殺してるメラよメラ。バイバイ。さよなら。メラ。恥ずかしめですか。そうです。